2004年のジョバワン参加者が各自の思い描く Java の未来を書いたホワイトボードジョバワンは1996年から毎年3マイクロシステムズが開催している Java に関する会議。主に開発者が参加するサンフランシスコのモスコーニセンターで毎年4月から6月、通常日曜日から金曜日の日程で開催。日中は様々なテーマで テクニカルセッションが行われる。夜になると、モスコーニセンターと周辺のホテルで、非公式のセッションが行われる。防腐セッションでは、Java テクノロジーの特定の観点に集中した議論が展開される。テクニカルセッション、基調講演、展示会、防腐セッションに参加するには入場パスが必要で、大体いい1795ドルから1995ドルで、ある。 1999年のジョバワンでは、ジョン・ゲージ主催のイベントが行われた。新しいパーム位向けに、赤外線ポートで、他のパームと通信する Java プログラムを書き、それをインターネットに登録するという競技である。2007年、関連する1日限りのイベントコミュニティワンが開催されるようになった。これは、フロスコミュニティ全般に関するイベントである。 2008年には5月5日に2回目のコミュニティワンが開催された。2009年、コミュニティワンはニューヨーク、オスロと拡大開催された。さらにコミュニティワンウエストは従来通り、ジョバワンと同時開催された。コミュニティワンの主題はオープンソースのイノベーションと実装である。例えば2009年はクラウドコンピューティング、SNS、RIA、ウェブプラットフォーム、 サーバーサイドプラットフォーム、モバイル向け開発、OS、フリーとオープンソースといったテーマで講演や会議が行われた。初日のメインの会議だけは入場無料である。ジャバリング毎年一つのハードウェア機器が小デバイスに選ばれる。市場に出回る前の製品だったり大幅な値引きがされている。ジョバワンは日本でも開催されることがある。ありがとうございます。